税金の無駄遣いねなんか税金の無駄遣いってよくありますけども基本的には税金って無駄遣いすればするほどその使った税金っていうのが民間のお金になっていくるんで基本的には大歓迎ななのかなと思うんですよ、えー、例えば最近ねコラボっていうね、まあ、キーワードがたまに出てくるんでざっくりとお話しすると私もよくわかんないんですけども東京都がなんかその民間の NPO みたいな団体に。 補助金をいっぱい出してるんだけどもその補助金がね、あまりにもずさんな帳簿管理のもとにもう払ってはいけないようなお金までだん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 出しているとでそこに対して監査請求を出したらもう大体その監査請求は却下されるんですよつまりは担当者の責任になるからもう監査しませんみたいな感じになるんですよねでも今回、えー、このコラボを関連する団体に対してはちょっと調査を入れたらしいんですよそうすると確かに無駄遣いがいっぱいしてるねみたいな感じになるんですけども まあ乱暴な言い方ですけども、税金を無駄遣いすることによってそのお金っていうのは例えばあ誰かのね消費に変わるわけですよね。でその無駄遣いとされている税金を手にした人は必ずドラッグストアで何か買ったりとかコンビニ行ったりとか宿泊したりとかまあアパレル買ったりするわけですよ。そしたらお金は民間で使われるんで実はね税金の無駄遣いって、ローせずして。 国民の所得をを増やししてているる経済を活性化しているっていう見方もあるんですよ、ね、まあそこの無駄遣いを埋めるために税金回収みたいなことすると何やってんだみたいなことになるんですけどもそもそも税金っていうのは財源ではなくって今度ねあの予算が114兆円かなんかに決まりましたけど来年の予算あれってのは最初に執行するんですよね回収が後なんですよしかも回収できてないんですよね半分も回収できてないんですよ毎年毎年。でも全然 税収が60兆円70兆円くらいだからじゃあその間で、えー、予算組もうかなってことにはならないっていうのはどういうことかっていうと税金がそもそも財源ではなくて税金はあの配りすぎぎたものを回収してるに過ぎないんですよね、うん、だから所得の大きい人から取ってあんまりお金のない人からは取らないみたいなそういった調整弁になってるわけですけどもあの私が思うのはねお店をやってきて思うんですけどもどんな理由でもいいからうちの店に金使ってくれないとうちの店の経営ができないってことなんですよ。 そうすると、一つの店がなくなるだけで、そこの経済活動が止まって、まあ、多くの意味で言うと、広島市、広島県の売り上げが減るんですよね。もちろん、私の店で使わなかった人は他で使うっていう考えもありますけども、少なくとも、私がマージャン店を辞めたのをきっかけに、マージャンを辞めたっていう人もいるわけですよ。そうすると、マージャン店マーケットからは消費金額が失われて、その中の一部は、 マージャンに浪費するだったお金を浪費するはずだったお金を貯金の口座に入れたままでそのままで、ね、もしかしたらあの塩漬けになるかもしれないですよね。うん、だからそういったところからあの個人ではとても使い切れないような数十億とかねそういった金額っていうのは実は課税するべきじゃないかっていう動きもあるんですよ。もちろん法的にはいろんな税金を払った上で個人の所得になったものを手をつけるっていうのはまあ 許されないことでもありますけどもでもでねそのなんか預金を作った人がじゃあその使わない預金の30億円のうちのね3億円でも回収してそれをお金がなくって渡したら今日にでも使うような人に渡したらその分だけ経済が活性化して豊かになるんじゃないかなっていうふうな考え方もあったりしてそれは随分筋が通ってるなと思うんですけどね。まあとにかくね世の中に無駄遣いはないんじゃないかなと。 そんなパチンコなんてやって無駄遣いとか言いますけども、パチンコを無駄遣いしてもらえる。おかげで、パチンコ屋の社員さんとかはきちんとね。雇用保険付きの給料がもらえるし、家族を養えるし、将来パチンコ屋さんで働くんだみたいな意欲を持った若者も育つのかなと思うんですね。そんな競馬に競輪にお金につぎ込んでどうせてんてんでしょって言ってね。無駄遣い扱いされてる人も。それによってジョッキーの給料が生まれたりね。競輪選手のトレーニングの。 金にななったりとかするわけなんで結局誰かがお金を使うってことはその無駄かどうかってのはその使った本人以外は評価できないし無駄遣いと思いながら使ったお金ですら必ず誰かの役に立ってるんでまあ最終的には無駄じゃないかなと、まあ、私がねトランザムの,あのナ,ナイト 2000CO そこ置いてますけども運転ししててなないいでですすよ全然動かでもこの車を維持するのにも毎月毎月お金かかってるんですよ。ということは。 アメ車の維持に関わる人のマーケットを守ってるとも言えるんですよね。だから一部ね。そうやって、うん、無駄遣いをしている人のおかげで。まあ、暮らしていけるマーケットがあるのかな？っていうことなんで確かにね。あのエネルギーの無駄を避けるべきだと思います。例えば電気つけっぱなしで誰も使ってないとか。水を出しっぱなしで誰もね。それを飲まないみたいなところはこれは止めるべきだと思います。けどもでも。なんかね？その。 いいいいい無無駄駄っていうかかねね有効ななななはあるんじゃないかなと思いながらですよ、ね、だから50代になってアイドルの握手券欲したに CD いっぱい買うのもこれも無駄じゃないのかなとも思いますしねまあ仮に CD が大量廃棄されても結局 CD ってのはいつか廃棄されるもんですからねそれが今日廃棄されたのか30年後にも聞けなくなったから廃棄するのか結果は一緒だってことなんじゃないかなと思います乱暴な言い方をするんねはいじゃあいってらっしゃい